JT3C はアメリカ空軍の要求に基づき、プラットホイットニーで開発されたターボジェットエンジン。アメリカ空軍での識別番号は J57。世界で事実上最初に実用化された二軸式ターボジェットであり、当時の水準を大きく上回る圧縮比12を達成している。YJ57P-3 回と、 アウェイデモンストレーターと USAF ミュージアム T45 ターボプロップエンジンを XB-52 に搭載する過程で開発された。B-52 の要求に応えるためターボジェットに変更された。JT3C は初期の推力1万 LBF であった。世界最初の実用超音速機ノースアメリカン海 -100 に搭載されたことで有名であり、 1950年代前半の多くの超音速機のエンジンとして採用された。ただしいずれもマッハ一級機であり、このエンジンを搭載した機体でマッハ2に達した例はない。派生型としてターボプロップ化した U とマイナス57が開発されていたが、こちらは完成しなかった。もし成功策であれば C-132 への搭載が予定されていた。軍用民間用。 ありがとうございます。